かそういう人たちにいち早く漢字を覚えてもらうにはやっぱり簡単にしないといけないです。数もう一つね日本の国字以外は大体読めるんですけども日本はやっぱりね洋紙なんですので自分のオリジナルのアイデンティティがあるんですね。で自分でで勝手に漢字いいっっぱい作ってるんです。 で、これは日本では国字って言うんです。だから漢字検定とかをあの受けてる人になったらもう本当に国字のコーナーがあるんですけども、はい、これはあさびこれはかみしもみとか、辻褄とかね、これ着物とかそういうの、いろんなこういうものは一見漢字に見えるんですけども、これは実は日本で独自で作られた漢字なんです。だから皆さんもし中国語を勉強するときに漢字が好きになったら、ちょっと日本の黒字のところでも、 あの、数はね、そんなに数百もないんですので、多分大体100、200ぐらいかなと思うんですけども、魚編が多いですね。魚編が島編とかね、やっぱり日本は島国なんですので、魚と島とかそういうのは多いんですので。だから中国人は、あの、<laughs> 日本のあの、寿司屋に行くときって結構困るんです、ね、寿司屋での、そういうのが魚メニューのその漢字、一見全部漢字は読めるんですけども、ちょっとよくわからないって感じですね。あの、今の時代になったら結構逆輸入してるものもあるんですので、 一部の中国人もわかるものはわかるんですけども、でももう日本にはちゃんと自分で作ってる感じもあるよっていうあの事実を忘れないでくださいね。 ということでなんですけども、えっ、ー、と、ちょっとね、こういう風になっちゃうね。中国語だったらもうこんな感じなんですけども、日本語だったらこう、あの、こんな感じですけども、ざくっと見ると皆さんほとんどわかるんですよね。国同じだし、雨同じです。ちょっとね、こういうと、道るとかね、ちょっとだけ形が違うんですけども、このついもちょっとだけ違うんですけども、愛も心がないとかね、<laughs> あの、愛は中国で心はないですね。で、は時とかね。 若干ちょっと違うんですけども、でも皆さんザクって文章を読むときには基本的に影響されないと思いますので。だから漢字の時には基本的に分かればいいんですので、筆談の時にももしその漢字、 あの、関体字の書き方は分からなかったら、あの、普通に日本の漢字の書あの、もうこの時が書けないなら、こういう風に時を書ければいい、全然中国人読めるので、安心して筆談してくださいね。愛とかね、下が友になってるんですけど。普通に日本のこの愛を書いても、全然中国人が読めるので、安心してくださいね。だから病院が中国で医院と書くんですよ。その他中国に、いざ何か病院とか関係にないったら、普通に全部読めるんですね。だからそういうことは、あの、基本的に皆様も 三分の二は全然大丈夫なんですので安心してくださいね。残りの三分の一を頑張ってくださいよっていう話です。しかもね、えー、ラッキーなことなんですけど、上級であれば上級であるほど楽になります。なぜかというと、いろんなデータで調べたところなんですけども、社会系人文科学方面の名詞用語において、やっぱり動詞が少ないですね。基本的に全部名詞なんです。こういう名詞は70%が日本から輸入したものである。 あの、明治の時に日本が一番西洋化したんですね。西洋について学んでたんですので、それで明治の文人たちが本当にヨーロッパのいろんなそういうなんか書物とかそういうの翻訳してきたんですよね。道徳とか社会とか科学とか。中華人民共和国という中華。中華は中,中国ですね。で、人民、これは日本人が翻訳したものですね。共和で日本人が翻訳したものなんですので、あの、だから中華人民共和。<laughs> この人民共和半分がもう日本人 がが作ったたよよううななな日本人が翻訳したような名でですのでだから皆さんがもし上級で上級者になったら中国の新聞とかね結構政治的な話とかまた科学とかまたは医療とかね医学の部分のそういうの専門書を読むと割と全部同じなんですね。で私の知り合いの人も結構先生がお医者さんが多いんですけどもやっぱり専門書がほとんど中国は全部漢字なんですので日本とほとんど同じですからもうほとんど日本からですね。 だって有名な老人も日本で医学を勉強してたから当時いろんな中国人の留学生が日本に来て日本の翻訳したものをまた中国語に翻訳してやってたんですのでだから70%の現代的な名詞はほとんど日本からです。だから上級者になればすごく楽ですよという現実があります。だからもう 形もすごく楽だし、まあ皆さんがね、頑張ってほしいのは、この100字ぐらいの日本にない字なんです。なぜかというと、この日本にない字、さっき少し触れたんですが、あなたのにですね。で、あと、何の、シャマーとか、すごく日常会話じゃないですか。だから日常会話の中のものが日本にない漢字が多いんですので、だから皆さんに、あの、こういうふうにね、早めに覚えてほしいなって感じですね。例えば、何々ですかとか、まあですね。何々でしょうかば。 あとかね、こういうの、口辺。だって口辺をしてるものは日本にない感じが多いんですよね。であと、ここら辺は全部疑問詞じゃないですか。か、でしょう、あ、何とか、しゃまですね。どうやって、ざまですね。で、どれこう、なーとかね。なはのなに口辺がつけただけなんですよね。で、あと、こういう人を呼ぶなら、あなたにですね。彼女、たーとか、これも日本にないですね。人辺だったらあるんですけども、女辺だったらないですね。で、お父さんは、ばーです。これは、 ちゃんと中国にもあるんですけども、メインに今公語ではね、話し言葉にはこういうのはバーを使うんですので、で、お母さんは間を使うんですよ。父、母じゃないんですよ。バーと間を使うんですね。あとピンポンとかね、ピンパンとかね、ゴミとかラージとか。あの、本当にこの百字は、すごく日常、もう会話ですね。もう専門性がないんです。もう本当に。 超日常的なものなんです。で、動詞やったりとか、もう疑問詞やったりとか、認証代名詞だったりとか、もう本当に間近にあるものなんですので、だから漢字を勉強するときに優先順位としては、やっぱりね、こういう、あの、日本にない漢字からスタートした方がいいかなと思います。で、えー、ここにはね、ちょっと自画自賛なんですけども、私の、<laughs> 卒論人。 <laughs> えっと、えー、本なんですけども、カンタジワークなんですけども、まあ、こちらの本は、まあ、さっき話したんですけども、2500の漢字を、もう、畜字に比べながらやってたんですよね。で、やった中に、800字が、まあ、違うということなんですけども、 えっと、全部載せたいんですよ。でも全部載せたいんですけど、出版社の人が先生そこまで必要ないですっていう感じなんですので、結局最終、最終的に採用したのは560です。まあ、560字があったとしても、もう2000字以上じゃないですか。全体の2000、まあ1800から2000ぐらいありますので、もう HSK4 級、中堅3級レベルには全然足りるので、初級になったらもうちょっと難しいかなと思うので、まあ、中級、中上級のレベルにも置いてるので、 まあ800はね、ちょっと欲張りすぎやな。<laughs> 欲張りすぎなんですけども、あの、560。まずね、えっ、ー、と、頑張ってくださいね。形が省略されたものがね、あの、これです、ね。その中に日本にない漢字は60ぐらいを、あの、扱ってるんです。で、この本は、あの、7つのルールと言うんですので、どんな7つのルールですかっていうのはね、ちょっと皆さんに紹介したいんですね。まあ、ルール1、崩し字ですね。さっきのごんん、ご弁。 総称みたいな感じで、スって、あの、省略されるので、日本も、なんか、崩し字を作るときにはた、例えば、今の日本のひらがな、あ、なんですけども、それは中国のもともとの安全の案から、崩されて、今のあになったんですね。で、こういうふうに、昔の日本人がやったことを、中国人が今やってるって感じなんですね。で、2番の方が断捨離ですね。パーツですね。例えば、愛は、 心を捨てなさい。<laughs> 親は見ないでって <laughs> あの。そういうのはねあの、すごく悲惨なこともあるんですけども。あと、簡単な字に統一するんですよ。さっき話したんですけど、斎藤さんはいろんなサイトがいるんじゃないですか。日本で、さはで。中国は一番簡単なやつに統一しましょう。って、ね、統一。で、音で置き換えましょう。とかね、あの、例えば、いいという発音が一番簡単なのは、オツという字。これ いいなんですね、もうこれ一画しかないじゃないですか。だからそういうのはもう意味の意いいになったらすごく長いです。あのすごく多いんですけども、意味の意を落つだけにな、ね、る。<laughs> 1億の話なんですけども、1億になったら日本では人編にあの意味の意を書くんですよね。今の中国の人編に落つ。 1,2,3ですよ。超簡単なんですよね。だから音で書き換えるんですね。で、あとは意味から作り直すとか、えっ、ー、と、日本にない感じですね。番外編で対面の体が少しなんかね、ちょっとなんか点がないとかね。あの、それも本当に点とか線とか、わずかな違いのものなんですけどこういうのも本当に あの、無視してもいいかなと思います、えー。資格に参加する人は、あの、ちょっとここら辺をちょっと頑張ってくださいね。なぜかというと、日本の中国検定とか、意地悪いから、日本人がこういうのは苦手かなと思わざわざここら辺を出題しますので、ちょっと頑張ってくださいね。って感じです。で、こちらの本は7つのルールがあるんですけども、私のおすすめとしては、7章から頑張ってください。あの、日本にない漢字から、まずやってくださいね。じゃないと、まあ、途中で、え、これどういう意味というか、やっぱりすごく重要なものなんですので、 あの、早かれ、遅かれ、絶対出会うんですので、その後はもう最速で、一番優先でやっちゃえっていう感じなんですけども、もうこ、れはルール7をちょっと第一章にしたかったんですけども、出版社の人が、先生先生、いきなりそういう難しいものをポンと置いていったら、もう読者の人はみんな引いちゃうよっていう感じなんですので、だから一番日本人にとって、ゴンベンとか、あの、金編とかそういうふうなものにしたんですので、本当はね、下からやってくださいって感じです。しかもね、あの、これが、 本の内容のなんですけども、一時一時とかね、これゴンベイなんですけども、こういうのはね、詳しく見なくてもいいですので、本当に時間がない人はもうこのピンクのところだけ見てくださいね。ゴンベイがこれになったんです。だってもうすべてのパーツとか、語学の、あの、言うとかね、話すの手うとかね、こういうのも全部同じじゃないですか。後半もパーツだけをちょっと置き換えればそれでいいですので、だからこういうふうにね、本を、ペラペラペラとか、ここのピンクのものだけをちょっとちゃんと念入りに覚えればそれで十分です。 えっと、さっきね、数も話したんですね。えっ、ー、と、形の話もしたんですね。形は800。その、まあ、560にしたんですけども、560の中の60を頑張るんです。っていう感じなんですけども、意味、数、形、最後には漢字の意味なんですけども、実はね、常用のものの方が、日本と意味がだいぶ違うんです。例えば、日本では好き、あの、葉をという字なんですけども、中国では今、よしと使うんですね。 だから誰でもそういうのが、はおと言うと、オッケーとかいいよという意味なんですので、もう絶対好きという意味がないから、好きは中国で今、えー、と喜ぶあの関係のシファになります。そういう風に、あの、常用のものを本当、常用であれば常用であるほど、もう本当に日本とちょっとギャップがあるんですね。例えば、日本では走るだけど、中国では走るはあくまでも歩くって感じなんですので、ね。 まあ、国民的に結構せっかちかなと思うんですね。<laughs> さっき触れた、いわゆる専門用語は割と日本と同じなんです。もともと日本から逆輸入なんですので、数学、物理とか、そういうふうなものは全部日本と同じなんですけども、日常的なが食べるとか、<laughs> あの、飲むとか、そういうふうなものが逆に日本と違うんですので、常用のものはちゃんと気をつけてくださいね、ということです。で ではね、私は、まあ、漢字だけではなくあの単語にしたんですけど、ね、まず一番重要なものはこの150語を押さえてくださいねっていう筆談、えー、で覚える中国の中で、えー、っとちょっとピックアップしたんですけども、まあ、これからはね単語との戦いの世界に入るんですのでまた次回にお楽しみにしてください。ではチャンネル登録よろしくお願いします <laughs>